随縁増前苦難所というは随縁は主上のおのの縁に従いておのの心に任せてもろもろの善を主するを極楽にエこうするなりすなわち八万四千の訪問なり これは皆自力の前言なる <coughs> 自力の前言なるゆえに実報道には生まれずと嫌わるるゆえに苦難症と言えり苦は恐るという真の報道に増然自力の善生まるということを恐るるなり苦難症は生まれがたしとなりとうな万太仏な万太仏 えー、有心唱文医の学びをしております、えー、今回は禅道大師の御門、えー、法治さんのお極楽無伊涅槃がい、えー、随縁増前苦難症古史如来専用墓去年三田潜伏潜という四苦の下のうちのお第二句随縁増前苦難症のところをまあ 短く1回で学ばせていただくということになるかと思います <laughs>、えー、その前の極楽無稲判明がめちゃめちゃ <laughs> あの時間をかけて、えー、まあもともと終祖の御門も長かったのをまた和上が非常に詳しく解釈をしてくださいましたで今回はそれに比べると随分としあの、えー、時数としては短いものがございますでえーえー そしてこれ1回で終わるということですけども、えー、いつも新しいトピックに入りましたら現代語訳を読ましていただいております。今から拝読をします。えー「随縁増然苦難症」というのは「随縁増然とは人々がそれぞれの縁に従いそれぞれの心に任せてさまざまな善を治め それを極楽に往生するためにエコーすることであるすなわち八万四千の訪問のことであるこれは全て自力の全言であるから真実の浄土には生まれることができないと嫌われるそのことを苦難症と言われている苦は恐れるということである 真実の浄土にはさまざまな自力の善によって生まれることができないことを気遣われているのであり、えー、難笑とは生まれることができないというのであると <laughs>、えー、このような役で、えー、ありますで、えー、ここの句、えー という恐怖の事ですねこれは恐れるということやけどもあこれ後でまた <coughs> 和上がおっしゃることかと思いますがこれはもちろん、えー、如来つまり釈迦如来が、えー、そういうことがあってはいけないよということで恐れておいでになる自力の前後によっては浄土に往生することができないのだがしかしそのように、えー、人々が誤解するにして 自力によって浄土に往生しようということをお考,え考えてしまうことを釈尊が恐れるということですね。でそういうことがないように「気遣われている」というのはこれ「気遣われている」いう言葉がそのまま築語訳的に原文からの訳ではなくてこのように「補われて気遣われて気遣われている」というふうに えー、補って翻訳をしてくださっているところに、えー、翻訳者の皆さん方のご苦労があるのかなと思いながら現代語訳を読ませていただきました。それでは和上のご指南をこれから仰いでまいります。でこの一句の釈儀は自力の増然で浄土に往生することができないということを示し え次の句にえ古紙如来千要望とある通り釈尊が他力念仏のえ要望を要の方を選び取られた理由を設置されるのであるこの釈義の中随縁の増税に,についてすなわち八万四千の訪問なりと示される これは化身度間に門よというは門はすなわち八万四千の家門なり世はすなわち、えー、本願一条会なりとこれ注釈版の394ページで、まあ、名所旧跡みたいなところですね、えー、とある通り釈尊一代の説法における八万四千の訪問を聖道門とし これを増善、自力の善でと言われるのである。またく、つまり恐れるというこの言葉の主語は、えー、次の言葉でありますあ次の第三句ですね「えー、古紙如来千要望」の「古紙如来千要望」お釈迦さんのが 恐れるというて、お釈迦さんが主語であるということですね。えー、お釈迦さんが、まあたおそ、お釈迦さんが S や、主語や。で、えーまあ、英語でなぞらえれば言うことやけど、恐るというのが、まあ、これ V ですよね、動詞ですよね。で、何をというて言うたら、えー えー、随縁の増然おそらくはあ生じがたしということやから自力の前後によっては往生することができないのだが、えー、それを見誤って主情がそのような形で自力の善を善を積むことによって浄土に往生するのではないかという往生できるのではないかというふうに考える。 えー、そのことを恐れるということやからねまあまあ英語になぞられた SVO がこのような形で、えー、成立するいうことかなと思いますあくまでも英語との古文とね違いあのね日本語やから違うわけですけどまあ理解の便にはなるかと思いますで文世、えー、とそれから、ね、この「弦漢」の陰文ですけど文世の言うとこなんかはこれ「文世」言って まあ言うたら百、えー、余りとかさ言ったら百とちょっということでしょ <laughs> で、えーえー、そうですね1余りやしうんそうっていうことは百とちょっということやからもともと「もんよ」というのはそういう意味で八、えー、万四千とちょっとみたいなことやったんやけれども。 そこを分けて考えられて八万四千そして八万四千以外ということでそれで八万四千以外つまり自力の凶暴以外ということで世というのはすなわち本願日常会なりとい、ねえー、うね原文の意味から転じられて世というのはほにゃららあまりということですから えー、私は今60年んやけどもう一回誕生日来たら61になりますけど60歳余りぐらいで、ね、<laughs> こ,こういう言い方ありませんかなと、まあ、言ったら100人とちょっとやって100人余りみたいな形になってこれ、えー、百数人のことなわけですけど百数人のことなんやけどそういうつもりで、えー、そういうのが原文の意味であって百数人の、えー、人が まあ怪我しはりましたよとでもまあ重症ではありませんよということがあったときに百数人で百人とちょっとなわけだけれども、えー、そうではなくてこれ8万4千とちょっとみたいなことをやったのを8万4千とそれ以外自力とそれ以外というふうにして本願一条会が自力じゃない他力の訪問ですよ本願他力の訪問ですよということを えー、示していかれるということでここもありうた名所旧跡消信路かの名所旧跡になって、えー、おります。で、えー、そんなことなんで、えー、ここは、えー、そこまで難しくないかなと思いますよね、えー。その人の縁に従えて随縁の増税いうことやからまあたまさか自分の えー、近くに、えー、ホニャララ宗の,お人があの寺があったら、まあ、そこ行ってそこの寺ので教えてものたそういう教えに従ってその教えで,もので示されている行を、えー、浄土に振り向けることによってそのなんていうかな例えば真言宗なら真言宗の お遍路さんの行でもって、えー、阿弥陀仏の浄土に生まれようというふうにしてお遍路さんでつまはった禅言を、えー、浄土往生に振り向けるというのがある人のー自力のエコーと自力の禅言をエコーするということでありましょうしそれ禅宗、まあの檀家、えーね、さんがですね、えー、座禅を組むことによってでその座禅を組んだことの 功徳を浄土往生浄土に往生する方向に振り向けてこれでもって座禅することによって浄土に往生できんかなというような形でそれぞれの縁に従ってですね、えー、自力の善ゆうてもさまざまなものをその人のご縁に従って、えー、こう努めていってそれを浄土,浄土に往生する行としてその行を振り向けて浄土に往生する。 まあ、簡単に言うと、えー、座禅を組むことによって阿弥陀仏の浄土に生まれようと考えるということがこれはまあ自力の増善、えーね、そういうことでは浄土に往生できませんよと難傷というのは、えー、不,可不可能ですよと不可傷ということですよということですねで、えー、だからこそお古史如来戦要望ということでね、えー、こう 要の方本願一条会をお釈迦さんは説いてくださったんですよということになりますね。そういった流れで次の第3句に続いて参るのですけれどもまあここで一旦話を区切っておく今日はちょっと短くなりますけれどもまあまあ制ほど一つ一つの一個一個話していくとするならばここで区切っておくのがいいと思いますので。 この動画は短くなりますけれども、まあ、これで終わらせていただきます。